映画コメンテーターの有村昆です。さて、映画好きな方も最近の海外ドラマで気になるタイトルが増えてる方多いんじゃないでしょうか。そうなんです。それもそのはずで、実は海外のテレビドラマ業界というのは昔は映画なら映画、ドラマならドラマとちょっと垣根があったんですが、最近なくなってきてるんですね。と言いますのも、このハリウッドの大物監督、それから大物俳優がテレビドラマにもどんどん進出してる、この大物ヒットメーカー、クリエイターの参戦ということもあって、よりスケールの大きな世界観、作品を楽しむことができるんですね。で、さらに予算も映画並みの予算でテレビドラマが制作されるということで、圧倒的なスケール感でお楽しみいただけるんですね。で、また本当に監督が描きたかった世界観というのを存分に表現できるというのも特徴でして、実は最近のテレビドラマというのは、監督がじゃあ7話で描きたい、10話で描きたいというふうに自分の好きな話数を取っていいということで、映画では描ききれなかったことも描くことができるんですね。今回はそんな多くの傑作の中でも特に注目の3つのシリーズをご紹介します。まずはコーエン兄弟のファーゴです。こちらはアカデミー賞脚本賞を取りました、自分たちの代表作をベースにしてストーリーからキャストから全く新しくしたというものなんですけれども、気の弱い保険外交員の男がですね、とあることをきっかけにどん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 転落していくという様を追ったクライムサスペンスの傑作となっています。切ないながらも人の不幸は蜜の味で、見てると面白いんですよ。そういったね、絶妙なバランスの演出、楽しんでいただきたいと思います。ハリウッドのはじめニューヨークの評論家も絶賛している作品です。はい、このギトレインなんですけれども、まずデルトロ監督のこだわり抜いた徹底的な世界観に圧倒されます。とにかく見始めたら止まりません。ミステリー、ホラー、SF、ダークファンタジー、そして感染モード、いろんなジャンルのハイブリッド型ドラマであるなと思いましたね。監督の本当にやりたかったことがまさにこのシリーズに現れているのではないでしょうか。ウェイワードパインズ、出口のない街です。ハリウッドの奇才シャマラン監督がアウトサイダー、クラッシュのマット・ディロンとタッグを組みまして、脱出ミステリーの傑作を生み出しました。まあ、ハリウッド一のね、大どんでん返しを期待される男、シャマラン。そんな彼がですね、ドラマを撮るっていうから、まずそこが注目ですよね。次から次に繰り出される謎、しかも映画を超える大どんでん返し、これとんでもないオチになってます。映画好きこそ必見です。